こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は、カート取得、ね、アマゾンのカート取得方法。まあ、これね、先月中旬、あるいは下旬ぐらいにシステムが変わって、結構カート取得の要因が変わってます。で、今まで通りカートを取れてる方もいれば、カートが若干取りやすくなったという方もいます。ただ、カートが取れなくなったという方も結構いらっしゃいます。ここでですね、カートの取得要件をきちんとチェックして、カートが取れるようにしといてください。これね、カートが取れる取れないは、本当に小さな差です。その商品の中でですね、イストリゲームがあって、イストリゲームに勝った方がカート取れると。で、カート取って売るとですね、さらに椅子が取りやすくなる。イストリゲームに負けてほっとくと、どん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 椅子が取れなくなっていっちゃう。ね、だから小さな差がどん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 広がります。で、問題なく取引してれば、カートが取りやすくなる。あんまり取引してない人はカートが取りにくい。問題のある取引をしている人はカートを取らせないと。まあ、こういうふうにね、システムが変わってますんで、カート取得が落ちたという方は、そのまま放置しないでですね、ご相談ください。まず、カート取得要件のおさらいです。無在庫販売はカート取得率を下げるリスクが高いです。これね、無在庫販売やっぱ併用してる人はカート取得率落ちてます。これはね、いろんな要因があるんですけど、まあ何しろ稼ぎにくいんでやめといた方がいいです。無在庫販売でね、1個、まあ1万円とか2万円儲かる商品を見つけてる方もいますんで、そういう方はね、またご相談ください。まあ、無在庫販売のやり方あるんですけど、普通に今まで通りやるとね、カート取得率、FBA のカート取得率が極端に落ちるという例が結構出てきてます。それから、まあ、これ未だにね、都市伝説じゃないですけど、信じてる方多いんですけど、購入者の良い評価を集めてもカート取得率は上がりません。これね、無駄なんでやめてください。で、無駄なのみならず、アマゾンのシステムに負担をかけるとか、よからぬことをやるんじゃないかということでですね、サスペンドを食らったりとか、なんかの変なフラグを立てられちゃったりする危険があるんで、カート取得率上がらないんでですね、良い評価を集めるってのは無意味です。ましてツールとかね、使うのもっても、もってのほかなんで、やらないでください。まあ、理由等についてはね、また個別にご相談ください。それから、Amazon のセラーセントラルのパフォーマンスが下がると、カートが取れなくなる。ね。まあ、この3つは今まで通り変わりません。で、新たに、いろいろ出てきたのがですね、まず、このセラーセントラルのプライシングというのが出てきてます。当然、プライシング値段という意味なんですけど、これ、項目出てきてるということは重視してるということですね。ですから、値段の加減が今までよりね、結構厳しくなってます。細かく調整が必要です。これはね、値段の方は、今までの単純な出品でうまくいかないなという方はね、またご相談ください。で、まあ、いろんな指数をね、いい状態に保つのは、まあ、基本中の基本と。これは、まあ、見えやすいんで分かりやすいですね。それから、ね、オーダークオリティアラート。こういうのが出てきてます。顧客満足度ね。で、問題ない取引だったら、何ポイントとかね、問題の、ある取引だとマイナスついたりというのがあってね、こういう指数が、取られてますんで、当然これはカート取得に影響してます。それからね、顧客満足でこの3つの項目出てきてます。ね。これ、カート取得率を知ってる方については、また画面キャプチャーいただいて、チェックとかアドバイスさせていただきます。まあ、普通に、今まで言ってる通り、ね、売れる商品を売ると。で、売れたら補充すると。もう在庫販売はやらない。余計なことはしないというのをやってればですね、カート取得率もそのまま、推移してるんですけど、ちょっとね、自己流を組み合わせちゃったり、あるいは何かで事故があったり、あるいはね、そうですね、補充じゃなくて新規出品が多いという場合にはね、カート取得率が上がりにくいんで、その場合カート取得率をまず上げる方法を取らないといつまで経ってもカートが取れない。だからいつまで経っても本来儲かる商品を出してるのに儲からないということになるんでですね、これはカート取得率上げるというのは、ここ1、2ヶ月で、やっとかないと、どん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 差がついてきますんでね、しっかりとご相談ください。あと、今言った指数ね、見えやすい指数以外にも、
Amazon が見てると、ね、見てるんじゃないかなと思ってたんですけど、カート取得率を上げる相談してね、その仮説をもとにアドバイスしたらやっぱカート取得率上がりましたんで、見えない指数もやっぱり見てるというのが分かりました。これはね、カート取得率上げたい方、あるいは下がってきてる方、ご相談いただいたときに個別でチェックしてアドバイスさせていただきます。そんなわけで、カート、今まで通り取れれば問題ないです。そのまま行ってください。取得率下がってもですね、カート取得率を上げる、要因は分かってますので、ご相談いただければアドバイスさせていただきますのでですね、カート取得率を上げて、また儲かる商品見つけて、稼ぎ続けましょう。お気軽にご相談ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。